めっちゃ楽しかったです。コールも解禁でね、初めてコールを聞いてすごいってなった。配信で見てた楽しそうな表情たくさん見えた、ありがとうございます。そう、配信でもね見てくださった方ありがとうございます。会場来てくださった方もねありがとう、本当に楽しかったね。バッチリ見てました、ありがとうございます。そうそう、ユーハコール聞こえた、めっちゃ聞こえた、嬉しかった、ありがとうございます。本当に楽しかった、めっちゃなんか楽しすぎてあんまり記憶ないんだけど一瞬過ぎた、気づいたらもう終わってて、え、はい、もう終わりですか。楽しかったです。8曲もやるとはね、そうですよね、意外と多かったかな、どうなんだろう、他のグループの方のが楽屋でその映像を見てたんですけど、意外となんだろう5曲とかだったから私たちは多いのかちょっと思ったけど、でもなんか楽しかったからめっちゃいい。8曲30分あっという間過ぎた、そうだよね、本当にめっちゃマジであっという間だった。こんなにも30分って短いっけって思うくらいあっという間で、喉枯れました。お大事にしてね、喉。楽しかったかな。そうそう、瀬取り、そうそう、瀬取りがめっちゃ良くて、 NGT48 から始まり、ハルドコ、いや、これいつも詰まっちゃう、シャーベットピンク、みどもり、心に太陽、世界の人へ、キス調、マックス時、めっちゃ良くない、念願の心に太陽もできたんです。超楽しかった。ねえ、瀬戸りいいよね。心に太陽意外だった。まあでも確かにそうだよね。なんかその今までやったことある曲、アンコールとかでやってた曲で来るかなって思ってました。どうなんだろう、緊張してるようには見えなかった。嘘、なんか緊張してた、めっちゃ、めっちゃではない、楽しかったんだけど、なんかうんえってなって、顔がってな、そうそう
しそしなね、そうだね。結構予想されてた方いたな、メールとかでも。出だしの皆さん完璧でした。よかった。もうあそこだけもう超緊張して、もうそこでユハが崩したらもうダメだなって思ったから、そこだけ本当にちゃんと、そこだけじゃないんだけど、そこは本当に決めなきゃと思ってずっと唱えてた。めっちゃなんて言うか考えて何回か変えたけど、結局最初に考えてたやつに戻して、ああなった。声が気持ち高かった気がします。ビンゴビンゴビンゴ。頑張って、そう、可愛い声しなきゃと思って違うよ、配信でも可愛い声したいんだけど、やっぱなんかなんかこの大きい声でね可愛く喋るのはできる。ちっちゃい声で可愛く喋るのをまだ習得済みではないので、習得済みにしたいですね。ちっちゃい声で可愛く喋りたい、可愛く喋りたいんだけどさ、難しいんですよね。うん、鼻が、あ、東京の花粉は大丈夫でした。そういえばあったかかった、めっちゃ。 NGT 目当てじゃない人も結構湧いてくれてて、おーよかったなんかそう、やっぱ NGT 目当てじゃない方もすごいいっぱいいらっしゃって、最初、そう最初の方とかちょっとなんかすごいなんか、はあ大丈夫かなって思ったけど、どん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 なんか結構みんな盛り上がってきてくれてたんで、あ、よかったって思いながら踊ってましたね。可愛いよな、ありがとうございます。なんかもうちょっとでも可愛く喋りたいんだよね。新潟から来てるのすごい久々に見るって言ってくれた他のファンの人いて、嬉しい、嬉しいですね、そういう声を聞けるのは。嬉しい。なんかちょっとでも興味持っていただけたらいいなってめちゃめちゃ思います。家着いた、楽しかった、ありがとうございます。おかえり、楽しかった、ありがとうございます。ゆはの羽いっぱいありがとう。こんばんは。いやさ、ニコ生さんのさ配信見たいんだけどさ、あれってあれないの、あのなんだ、なんていうの、アーカイブとかってないのかな、ないないのか、生配信しかないかな。ニコ生でしたが水色サイで水たまりよく見えてた。そうそう、水たまりがあった、すごい嬉しかった。なんかそうそう、前の方じゃなくてね、ちょっと離れたところに水たまりっぽく作って水あって楽しかった。ポニーテールすごく目立ってたよ。よかった。ありがとうございます。今日もポニーテールでしっかり。なんかやっぱ喉がなんか詰まってますね。
アーカイブないステージだったっぽい。やばそうなのか。そうかそうか。水溜まってました。そう、水溜まってたの見えたよ。さっき探したけどなかった。そっかそっかそっか、そうか、残念。ニコ生見ながらユハコールしてました。ありがとう、嬉しい。初見です、ありがとうございます。あー、なんか喉と鼻がつらいな。これは花粉の症状かな。あくび出る。すみません、あくびで。あ、会員なら見る、そういう感じで。なるほどね。あ、今日30分ぐらい、30ちょい配信、30分ちょっと配信します。東京の花粉にやられたか、なんか時差でやられてるかもしれない。東京にいた時全然そんな何もなかったんだけどさ、今来てる。今日はいつもと違うポニーテール。一緒？何か、な、これかな、ここが違うか。ここめっちゃいい、いい感じ。あと前髪が流しにした、今日は。花粉大変、そうだね、しょうがない。ウブバンク良き、かわいいでしょこれ。髪切りに行きたい、髪切りたい。なんか服黒いとラーメン部みたい。え、確かに。でも、あ、本当だ。これめっちゃ可愛いんだよ、このワンピース。ほら、なんか柄も入ってて、柄入ってて、このねボタンが可愛いんですよ。なんて言ったってワンピースなんだけどね。あとベルトもついてるの見てほしい。なんかそう、シルエットが可愛くて、ほらこういうのもある。ちょっとこれ配信向けじゃない。ほら変身できそうなベルト、可愛いでしょ。古着です、これは。掘り出した古着屋さんで。パッと磨くランクある。そうそう、ここだけ見るとね、なかなか。え、一個外せばいいんじゃない、ここ。ゆはし、服のセンスいいね、ありがとうございます。なんかこうしたらちょっとチャラい。
まあいいか、ほくろが。ほくろ、ほくろ、ほくろが隠してたほくろが出てきた。パーティー公演入りたいけど県外からだとなかなか行けない。あら、県外の方なんですね。でもぜひ、あの日程、日が合うときに来てくださいよ。お待ちしてます。研究生公演行きたいって言ってもらえるのめちゃめちゃ嬉しいですね。土日4公演に来てほしい。うん、そこが一番来やすいかな。どう、待って、しっかり者のイメージしかなかったですが、てんてんてんは、それはどういうことですか。しっかり者じゃなかった、配信見たら。で、損はしない。そう、絶対に損はしない。もう損より、損なん、損じゃなくて得しますよ、絶対に。あ、勢いで声申し込みました、ありがとう、待ってるね。なんか今日声いつも張れてないけど、カスカスしてますね。頑張りすぎたフェスで。可愛らしいです、ありがとうございます。よかった、なんか抜けてたとかじゃなかった。花粉症って喉にもくる。そうなの、そうなのか。うーん、じゃあ花粉症だ、やっぱり。ゆはさんは第一印象よりぽやぽや感があります。まあよく言われます、それは。なんか、なんか多分見た目すごいしっかりしてると思われて、こういう配信見たらなんかすごいほわっとした時間が流れるねって言われる。まつげがね、今日ね、めっちゃいい感じなのだけど、もうどうだろう、伝わるかな、あんまわかんない、あんまわかんないけど、新しく買った下地を、あのね、デパコスデビューしたんですよ。そう、デパコスデビューした下地をデビューさせました。そしたらめっちゃいい感じになった。ほわほわしてる、ほわほわしてる、嬉しい。嬉しいけど、そのね、なんかね、なんて言うんだろう、そう、ほわほわしてはいるけど、なんかほわほわしたままで終わるんだよね。わかんないけど、うん、
今日特に可愛い、やったー、ありがとう、嬉しい。今メール来た、届いたメール、おやすみって言ってるけどお休みしてない。どこのブランド買ったんだっけ。私はデビューはコスメデコルテの下地とエレガンスのマスカラ下地買いました。めっちゃどっちも良かった。やっぱいいものはいいんですね。今日はタラちゃんより可愛いよ、ありがとうございます。本当にゆはさんに少しだけ奈良さんに通じるものか、嬉しい、みはるさんに通じるもの。なんかダメだ、喉がなんかさ、ここで詰まってるの、なんでだろう。ちょっとじゃあ可愛い声にしよう、ここから喉が詰まってるから。でもちょっとできないな、どうやってやればいいか分かんない。待って、何分まで配信しよう。お水ね、そう持ってこなかった、忘れちゃった。花粉症仲間で同じ症状あります。いやみんな辛いね、くしゃみ出そうだよね、くしゃみ出そうだよね、出そうなんだよね。ふこんばんは、今日のフェスユハコールできて楽しかったです。ありがとうございます。ユハコールしてくれたんですね。ありがとうございます。嬉しい。12時までやるそう。今日12時までやらないのごめんね。明日はあのオンラインおしゃべり会もあるから、ちょっと今日は4時までワクワクで眠れないがないように早く寝ます。はい、フォローしました、ありがとうございます。こんばんは、今日はゆうはママも配信で見てくれてたの。そうママ配信で見てくれてたんですよ。ママもまもうパパもママもパパも見てくれました。ゆうはも見たかった、え何言ってんの、待って、な何言ってるの。ゆうはも見たかった、ちょっとそれおかしい。職場でこっそりにこのまま見てました。どうバレなかったですか。こっそり見るのって楽しいよね、こっそりなんかするの楽しいよね、スリルが。ゆはちゃん押してもいいですか。もちろんいいんですか、嬉しい、めちゃめちゃよろしくお願いします。あー鼻きつい。早く公園でもいいハコールしたいな。そうだよね、わかる。昨日もあんまり寝てないみたいだし、早めに休んで、ありがとうございます皆さん。
はじめまして。新潟もアルビレックスが J1 で試合ができて楽しいですね。そう、パパと弟は今日行ってましたよ。この前も行ってた。今も行きたい、試合見に行きたいんだよね。ああ、鼻がダメだ。なんかなんだろう、花粉症って認めてないからさ、花粉症だと思ってないんだけど、やっぱ花粉症ってことだよね。なんか薬とか飲んだ方がいいのかな。試合見に行ったことあるの？まだなくてね、ずっと行きたい行きたいと思いながらもなかなか行けずって感じ。ああ、症状見る限りそうそうそうですよね。やっぱりそうなのか、なそうなのか。だってさ、外にいるときは大丈夫なんだ。だから大丈夫かなと思ってる。で、中に入ったら、中に入った瞬間に始まるこの鼻のむず。お薬飲んで聞いたら認めるしか。そうだよね、そうだよね、そうだよね。頑張ります。頑張らないけど飲んでみようかな。ゆはちゃん、ここ数ヶ月で大人っぽくなった気がする。ありがとうございます、嬉しい。なんだろう、どこがどうな、なんだろうね、なんでだろう、分かんない。ありがとうございます。明日のオンライン好きなところを言う部がある。嘘、そんな部作ってたっけ。そんな部作ってたっけ。やばい、記憶がさ、明日は制服を着ます。合ってる、心配になってきた。お顔の雰囲気が変わってきます。うん、なるほど。いい方に変わったかな。待って待って、企画、ごめん、何してたっけ。制服、あ、制服に最後に好きなところを教えてなんて言ってたんだ。なんかすみませんね。欲しがりで。でもさ、そしたらさ、3月25日もさ似たようなやつやってる。まあいっか、なんでそこそれにしたんだろう。フリーで行こう。まあ、お任せします皆さんに。まあ言ってくれたら嬉しいな。
欲しがってたあの頃ね、うん、どうしたんだろうその頃、何考えてたんだろう、何を思ってそうしたのか分かんない。いやでもゆうはもなんか思ったんだよね、制服全部制服にしたっけなって思って、なんか制服制服私服かなって思って、それだけかなって思ってたら、まさかのさ好きなところを言ってもらおうとしてたなんて面白い。3月25は好きになったきっかけの部、そうだ好きになったきっかけ質問、なんだったかな、もう一個なあ、頭働いてないですね、今日聞いてなかったら謎に褒めちぎられるかいね、ね、なんか今日みんなすごい褒めてくれてめっちゃ嬉しかったって配信で言ってたかでみんなに、え、今日だって褒める部だったじゃんって言われる運命だったかもしれない、気づいてよかった。あれ最後さ、最後を私服にとも一言も言ってないかな、三部とも制服でもいい、もありだなって思って。全部制服にしようかな。もう何を考えてたかを忘れちゃった。でもどこかにメモして、あ、あった。あ。違うな、これ古い紙だ、新しい紙ない、会えればいいだよね、会えればいいよね、ゆはもみんなとね話せることが一番、知らない方が幸せだったかもしれないいやいや、まあまあそうかもしれないけれども、複数参加なら制服も私服もそうだよね、一個やっぱ私服にしよう、うん、まあ、どうしよう、髪型変える、なんか何を考えてたんだ、後でちゃんと見直します、メモ帳、その通りにやるね、一目見れればそれでいい、ありがとうございます、そうそう言ってくれるの助かります、本当に、またゆうはとお話ししたいな、しましょう、待ってる、ありがとうございます、足しびれてきた、こんばんは、あ、ジャケットカード届いた？そう、なんか透明のね、ちょっとね、あれ何枚かサイン書いたので当たってたらいいね、10枚くらい書いたかな、何枚書いてたかちょっと、
っぱりゆはちゃんとお話ししたいな。ぜひお待ちしておりますので、待ってます。いつでも待ってます。来てくれたら嬉しいな。今日のフェス一番可愛かったです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ゆはの自己肯定感を上げてくれてありがとうございます。噛みまくり。なんか最近めっちゃ噛むんだよね。言えないの。なんかそのフェスのリハの時とかも、なんだったかな、なんかめっちゃ噛みまくった。どっか挨拶なんか忘れちゃったけど、めっちゃもう噛みまくって何言ってるか分かんないみたいな時あった。お、サイン当たった、おめでとう。結構ここにサイン付きジャケット当たった方いますね。また早口言葉の練習しな、ね、しなきゃ。やばい、足が熱い。目がなくなるくらい笑ってるの見るの好き。ありがとう。この顔かな。で、知らぬ間にもう10分になっている。え、しびれたじゃなくて熱いの、なんか違う、しびれたの。ツンってやったらうっってなって、あのこれ立てない、もう立てないやつだから、だんだん立つ姿勢に変えていくね。あー、もうダメだ、右足がダメだ、右足がダメですね。よし、今しゃがんでます。これで緩和させて、はあ、鼻もちょっと治ってきた。一回なんか叫んだらね、いい感じになってきた。あー、やっぱダメだ、足が。今回復中の一番ビリビリするやつ、あの、なんていうの、一番固まってる状態からちょっとほぐれて、一番ツンツンされたくない時期。でもそういう時にユハは足の甲をグリグリ、自分で血行を良くします。今回復中。うん、ちょっと治ってきた。このね、足の甲の骨に沿って、手の骨と足の指の骨をこう吸って、一回立てばいいか。オッケー。あ、治った。夏希ちゃんとハルチュンがひたすらミックスの練習してたよ。何、夏希とハル、何コラボ配信してるのか、何してんの。ちょっと教えてあげたいですね、ミックス。ユハできる。うん、結局
なんかこれは延長しそうな気がする、しそうな気がするっていうかもうしてるんだけど、違う、帰ってきて妹と喋ろうと思ったのになんか寝てて爆睡しててなんか喋り合えていないから、ユーハできるのガッツポーズがかわいいドヤだよ。そう寝ちゃったの、寝ちゃってたんだよね、全然起きてると思ってたのに寝てましたね。しそうでしなくない延長、しそうでしなくない、しな、しそうでしなくない、しないってこと。うん、わかんない。ガッツポーズスクショしました、ありがとうございます、よかったです。ミックスの天才ね、ハルと夏樹に教えたい。また眠らせない配信、うん、そうなりそうな感じ。妹さん何歳？妹はね今年中学卒業の代です、だから何歳？15とか。ガッツポーズの表情いいね。ありがとうございます。夏希チャペオペ言ってる。おもろいね。夏希ミックスできるの？オペ。面白い。オペしちゃったのめっちゃ面白い。え、なにコラボ配信してるんですか二人は。どういう、そ、もうそういうことか。教えに行きたい。アイヌ語は難かった。なんでアイヌ語なんだろうね。まずハルチュンに至っては全てが呪文。ハルなんかポカンとしてそう、え、え、次何何何ってな感じがする。あ、なるほどね、同じ部屋でね。そういうことね。ちょっとユハも突撃したいな。3日くらい同棲してるそうです。ガチで初耳。オタク心になるにもうダメじゃないの、なんか今日本当にダメだ。オタク心に火がついてるやって、そう、あのねめっちゃ火ついてる最近。また可愛い人が好き、やっぱり。なんでユーハミックス言えるの？え、密かに一人で練習していたからですね。
マウント取ってほしい。マウント取ってほしい。そうか。マウント取る。難しい。今度妹さんと一緒に配信お願いします。あのね、不定期的にそれって日本語じゃない。不定期で、あの妹、定期的にか、定期的にかな、定期的に、分かんない、ランダムランダムで妹も出てくるので、配信また、あのよかったらいっぱい見に来てください。結構な、結構頻繁にいる気がする。ランダム出現、そうそう、ランダム出現します。ミックスは公演の MC でやれば盛り上がりそう。確かにね、みんなが声出し解禁になる前にユーハが北村ユーハのミックス講座を開きますかね。 MC で楽しそう。楽しいよ絶対。あ、串壊した。夏希ちゃんとハルチュンオーバーチャーで盛り上がってる。壊れたです。まあすぐつくんだけど、すぐつく、あの意図的に壊したのだから心配しないで。こうやってすぐ治る。ほら、うん、オペオペって言ってたら面白い。めっちゃ面白い。そしたら夏希だけずっとオペオペオペって言ってたらどうする。かわいい。妹さん NGT メンバーで誰推しなんですか？前はカトミナさんだったけど、今誰って言ってたかな、この前聞いたばっかりだよ、でもみんなに言った、なんだっけ、さあやさん、パパがさあやさん、みはるさん、かな、わかんない、最新の情報がわからないです。あっという間に半にやめます。もう多分あのきっと今日もこのままやっちゃうとずっとあの終わらないと思う。みんなも寝ないと、明日オンラインだし。
決めないとやめられない。うん、そう、ダメだよね、やっぱやろうって言ってやっちゃう。今度こそやめます、30分に絶対に。明日仕事忙しいね、みんなお疲れ様です。お仕事お疲れ様です。頑張ってね、お仕事。明日会える？やったね、楽しみだ。延長してくれて本当嬉しいです、ありがとうね。なんかごめんね、よし寝れるって思ったらやっぱやろうって言って、よし寝れると思ってた人いたらごめんね。移動中は寝れたの？あんまり寝てない、なんかいつもよりは寝てないかな。行きは寝てない、行きの、うん、行きは寝てなくて、あんま寝てない。今日帰りちょっと寝たけど。楽しかったフェス。何がどの曲が一番、なんか一番最初の話に戻るんだけど、どの曲が一番楽しかった、楽しかったですか？ゆははね、何が楽しかったかな。なんかいろいろ楽しかったけど、やっぱりね、心に太陽楽しい、ね、あんまり踊ってないけど。あと身の回りも良かった、楽しかった。なんかなんだろう、なんだろうな。いつもそう、いつもと違う場所とかで踊ってさ、全然なんか雰囲気が違う。シャーベットピンクとかもそう、初めての歌割り、今いつもの歌割りじゃない歌割りやってたりとかして、新鮮、なんか楽しかった。全部さ、楽しいポイントがある。これやりたかったんだ、回るやつ。なぜ季節はでくるくる回るやつやりたかった。しゃべっぴのコール、初めてのしゃべっぴのコール、よかった、すごく楽しかった。やっぱな、なんだろう、この楽しさだが表に出ない感じ。楽しいのに、めちゃめちゃ。MC なくて曲すごいのも良かった。良かった。もう体力をつけて頑張りました、みんなで。こんばんは、ありがとうございます。時間、うん、か、ないね。いつもよりは口角上がってる、よかったです。違う、口角は上がっててもさ、そのなんていうの、話の抑揚とかね、それもね、それが難しいんだよね。読み聞かせとかすればいいのかな。それとこれとはまた別なんで、ちょっと時間
壇上読みます。壇上を読めばもう終わるしかない。30分に終わる。読みます。13位ひでひでさん、ありがとうございます。12位みやさん、ありがとうございます。11位まゆさん、ありがとうございます。10位あつこさん、ありがとうございます。9位ギバさん、ありがとうございます。8位デラペンペンさん、ありがとうございます。7位ひかりさん、ありがとうございます。6位エヌさん、ありがとうございます。5位イチョールさん、ありがとうございます。4位中村ランド永住水道橋博士さん、ありがとうございます。3位タムちゃんさん、ありがとうございます。2位早風さん、ありがとうございます。1位エチゴパワーさん、ありがとうございます。ありがとうございますギリギリまでやりたいの ギリギリまでやりたいの。28分、スクショタイムして終わります。なんだろう、何か可愛いポーズ教えてください。ちょっとプリキュアみたいな。はよね。あかった、寝るよもうすぐ。わかんないポーズ。ピスで。ウィンクして、それで、じゃ。待ってね。あまりやらないことしました。それでは寝ます。おやすみなさい。おやすみ。みんなも早く寝てね。バイバーイ。また明日できるかな。